国産初の量子コンピューターが公開されました。理化学研究所は今日、国産の量子コンピューターの初号機を報道陣に公開しました。量子コンピューターは従来のコンピューターをはるかにしのぐ高速な計算や効率的なシミュレーションを実現できるとされ、創薬や素材開発、さらには高精度な災害予測など多くの分野での活用が期待されています。理研は27日から量子コンピューターをどこからでも利用できるようクラウドで公開する予定です。これは別にゴールでも何でもなくて、単なるマイルストーンというか通過点、さらにより性能を上げていくと。